やあ、刹那圭介だよ。箱庭の歌、パート18。あ、そうだ、そう。前回な、なんだかな。これじゃ。聞くかやめておくの選択肢あったでしょ。前回のやつ見てくださった人は知っとると思う。この、大野さんがね、聞くかやめておくか聞いてきてね、聞く選んだらね、なんか、イーナさんの下着が子供っぽいってことを教えてくれましたわ。これ、先にね、やめておく見ることにしますわ。やっぱり、見たい。やめておく。これ以上、危ない橋は、渡りたくない。いや、遠慮しておきます。んだよ、根性のねえやつ。まあ、いいけどな。そういえば、あ、これ、これで終わるんだ。イーナさんの下着の下りがないだけなんかな、これもしかして。でもって、敵の情報、やっぱ全部同じじゃ。同じだったわ。これだけかい。じゃあ、ロードして前回の次から行くわい。イーナさんの下着の下りがなかっただけやね。大して見るほどのもんでもなかったね。イーナさん、フラグが建設されないのかな。ないと思うな、イーナさんとは。会ってほしいけど。いや、イーナさんと付き合うフラグよりもね、イーナさんのおっぱいに麦打てするフラグの方が欲しいわ、俺は。大野さんの携帯がバイブレーションを鳴らし始めたってところで終わった。まあ、つまり、まあ、イーナさんだろうなーって。あ、ちょっと、視聴者の方、コンティニューコインくれたってね、俺、続きやりませんからね。続けてやりませんからね。言っときますけど、コンティニューコインくれたところでいい。次枠とかないんで。もしもし、こちら、田中。おう、イーナちゃん。お前、田中じゃねえだろ、お前。適当に思いついた名前を言ってんじゃないよ。ん?どうした?そんなに叫び散らして。少し離れた僕からでも、受話器の向こうでイーナさんが隣に散らしてるのがわかる。お前何、勝手に行動しとんな、的な感じや。拍手ありがとうございます。イーナさん、怒ってるな。はいはい、わかったわかった。じゃあね。しばらくして通話が終わる。どうかしたんですか?なんかよくわかんないけど、本部への定期連絡しないといけなかったんだって。俺が、仕事しろよ。だから、すぐ戻ってこいってさ、嫌になっちゃうよね。せっかく、涼介の学校に行こうと思ってたのにさ。それなら、こんなとこで喋ってないで、早く行ってくださいよ。でもな、涼介の学校に行った方が楽しそうだし。今日は、仕事サボる。そんな顔で言わないで、堂々と。社会人失格っすよ。でも大野さん、精神年齢は子供か。働け !RCH 舐めんなよ、お前。どうにか大野さんは帰ってもらい、僕は学校に到着することができた。あんな奴連れて学校行ったら絶対夏雪あたりにからかわれる。うわぁ、もうギリギリじゃん。危うく遅刻するとこだった。あの野郎、遅刻魔にするつもりか、俺を。校舎に向かって歩いていると、昇降口から森崎が出てきた。お、森崎ちゃん。む。そして怖い顔になってこっちに向かってくる。おはようございます先輩。どうしてそんな顔になってんだ。お前ちょっと大人にいじめられた時の顔になってるよ。どんないじめられ方したか、どんないじめられ方したかさ、言うたらR18 指令になるけん言わんけど。おはよう。どうしたの?そんな怖い顔して。そりゃ怖い顔にもなりますよ。どういうことなんですか?何が?もうこれ怖いもん。何言って、なんで私と先輩が前から付き合ってて、昨日私が振ったことになっているんですか?あ、そっちか。それで怒っとんか。そりゃ怒るよな。それは俺じゃなくて夏雪に怒ってくれ。そんな顔しないで。そんな顔するなら夏雪に対してして。それは、とにかく今はもう時間がないので、詳しいことは昼休みに聞きます。あ、それやばいぞ。でもって密会しおるみたいな、
まだ二人当たるでみたいな噂が立ってさらに深くなっていくのこの関係。昼休み学校裏に必ず来てくださいね。学校裏じゃなくていいじゃない、校舎裏じゃなくていいだろお前。もうちょい疑われにくいところ行こうぜお前。なんで校舎裏なんだろお前、やめとっけ。そう、隣散らし森崎はまた校舎へと戻っていく。こっちもこっちもめんどくさいことになったな。涼介かわいそう、学校でおってもめんどくさいしさ、 RCH に行っても大野さんでめんどくさいし、なぜに雰囲気作ろうとするのか。こんな雰囲気本当やで、もうさらに疑われること、茶化されること満載ですね。教室に着くと夏行がいつも通りのにやげた面で近寄ってきた。またお前か。朝から昇降口の前で血は喧嘩とはなかなかやりますな。こんな野郎、お前のさ、この頭のツインテールもぎたったのかお前。違うからマジで、っていうか見けてたのかよ。まあな。はあ、森崎のことについては1時間目が終わったら説明するから待ってて。ほほう、それは楽しみじゃのう。お前、コナミちゃんの言葉が、口癖がちょっと映っとるぞ。ということで、1時間目終了後の休み時間、キャプチャーはちゃんとできている。記者会見ですからね。もう、あまりここの範囲がちゃんと取れてなかったらね、もうちょっと記者会見として成り立たないからね。ちゃんと、あまりここの範囲はちゃんと映せているかをチェックする。僕は昨日、森崎から聞かされた話をみんなに話した。ちゃんと話したよな。なるほどな。それは確かにコナミがいる前では話しづらい内容だ。分かってくれたか。でしょ？僕は被害者だよ。僕は被害者だよ。ま、コナミについては私もちょっと気になっているところではあったわ。だな。みんなも僕と同じように感じていたようだ。森崎、マリン、面白そうじゃねえの。面白いってなんだね。面白いってか、そういう問題じゃないから。よし、ここは俺に任せておけ。この夏行く様が華麗に解決してやるよ。あのな、トラブル作ったお前だからな。何、自分はトラブルバスターみたいなことを。メーカーの方だ。不安すぎる。というわけで、俺はちょっとやることがあるから、じゃあな。そう言いながら、夏雪は教室から出て行ってしまう。授業は？あいつ、何やるつもりかしら。夏雪が面白がってやることなんて、ろくなことじゃないぞ。本当だぜ。そうよね。大丈夫かしら。動き出したらやり終わるまで止まんないし、放っておくしかないんじゃない？それもそうだな。犬木も歩も、ため息を吐きながら自分の席に戻っていく。小鳥さんは一人だけついていけないような顔をしている。どうかした？話の内容がよくわからなかった。ああごめん、また今度説明するよ。これの説明するにはまあこれまでのコナミちゃんのことを説明しなあかんけん、まあ小鳥ちゃんがわからんのも無理はなかったわけですな。こくり。それで納得したのか。小鳥も自分の席に戻っていった。あ、昨日の妨害について聞こうと思ったんだけどな。仕方ない。また後にしよう。あ、そうか。小鳥ちゃん妨害のことについて知っとるかもしれんのか。そんなこんなで昼休み。エジ学級最後の教室を食べ終えて、校舎裏に向かおうと、廊下に出ると。あ、これそうか。明日が終業式的な感じか。ああ、やったじゃん、みんな。夏休みだぜ、お前。涼介、こっちこっち。お、夏雪どうしたん？え、夏雪に告白される時が来るのか。え、こっちこっちって、もしかして告白するために校舎裏にお前が呼ぶパターンのやつ。夏雪男だぜ。何？今から森崎に説明しない、いかないといけないんだけど。マジかよ、だって本当マジかよ。夏雪に告白とか、夏雪から告白来るとか。夏雪、おいら男なんだぜ。それとも君はあれなのかい？ B で始まるやつかな。はい。
夏行きルートには行かないよ。いいからいいから、それは俺に任せとけって。あ、そっちか、よかった。夏行き BL に目覚めたんじゃないんだね。よかったよかった。ほら行こうぜ。まあ夏行きが夏行きルートなんかあったらたまったもんじゃねえぜ。は、よくわからないが、夏行きがそういうので僕は夏行きに従うことにする。校舎裏に到着。夏行きの指示で校庭の茂みに隠れることに。なんで隠れないといけないの。いいからいいから。身を隠したまま遠巻きに森崎を眺める。森崎は眉を寄せながら、僕が来るのをまだかまだかと待ち受け続けている。早く行かないとまた怒られそうなんだけど、あのすっごい人生の終わりみたいな顔されるもんな。大丈夫だから任せとけって。わけがわからないまましばらく隠れ続けていると、兄上どこじゃ。コナミが校舎裏に現れた。お、コナミ、もしかして夏雪が読んだかこれ。え、コナミさん。当然森崎と鉢合わせすることになる。まさか夏雪、コナミちゃんとマリンちゃんとのカップリングを無理やり作ろうとしてる。お前そんなにこの二人の有利関係が気になっとったんか。俺もだよ。およ、マリン、マリンちゃんどうしてここに。あ、いや私は愛坂先輩を待ってて。あ、学校中で噂になってるあれは本当だったんじゃな。違うの、本当に違うんだから。やっぱマリンちゃん、コナミちゃんに対してはちょっと何かちょっと慌てとる感じ、おぼつかない感じですね。好きだからかな。私、愛坂先輩と付き合ってなんかないし、振ってもないから。森崎の剣幕にコナミが一歩後ずさる。ゆり歓喜。そうか、それは悪かったの。あ、ごめんね、つい怒鳴っちゃって。いい雰囲気だなこの二人。トトはさ、マリンちゃんスロー目のつぶり方ちょっと俺さ、イズキっぽく見えるんやけど、ちょっとイズキとはどんな関係。いとことか言うお前。どうでもいいか。コナミさんはどうしてここに。私は兄上に呼び出されたからなんじゃが。やっぱり夏行きだった。やっぱ夏行きが呼んだんじゃ、コナミちゃん。ってことだ。そう言ってキョロキョロと辺りを見渡す。まだ来てないようじゃの。そうだったんだ。なるほど、そういうことか。そういうこと。じゃあコナミちゃんの声な。そういうこと、そういうこと。あ、つまり、ちなみにね、補足入れておくと、そういうことじゃって、コナミの声がちょっとね、あの夏行きの小さい頃の声で、それが成長した結果、そういうことって声になります。俺の勝手な設定です。俺の勝手につけた設定です。コナミにはこれくらいの、なんて読むの？なんて読むこれ？なんて読むこれ？アラー治療の方が効くだろうつわけ。聞くかどうかはわからないが、僕たち以外の誰かと一緒にいるコナミを見る、いい機会ではある。あ、友達オランティンをここで解消させるっていういい機会なんだ。夏雪、お前妹に対してはなかなかやるでないか。しばらく二人の様子を見守ることにする。コナミさん、その、昨日も部活出てなかったみたいだけど。そうじゃな。これから出ないの？夏休みとかも。だろうな、けど。それってやっぱり部活の先輩とかみんなが嫌なこと言うから。別にそういうわけじゃないがの。ただ嫌なことは嫌って言った方が後悔しない。私は兄上にそう教えられてきたからの。夏行き、いいこと言うでないか。嫌なことは嫌じゃ。そう、俺だって最近テストばっかやよったわ。嫌じゃ。できればテスト受けたくないわ。テストを受けずに卒業できるようにしてくれ。マリンちゃんの顔がなんかすごい真剣。私はそのコナミさんには部活に出てほしいなって思う。だってみんなで一緒に頑張るのって楽しいよ。そう言われてもの。
その輪の中にコナミさんがいないのが私寂しいの。すごいいい雰囲気になってきた。そんなの別に気になくていいよ。気にするよ。森崎の必死な声にコナミがまたひるむ。マリンちゃん。森崎は一度うつむくと、聞いたことのないような声で話し始めた。ええギャルゲー、ほんと視聴者さんがそう言うけど、ほんとギャルゲーっぽくなってきたよ。マリンちゃん、これまでに見たことがないレベルで顔赤になってる。え、あのね、コナミさん。え、うん、私そのコナミさんのこと好きなの。本当にユリだった。本当にユリだった。本当にユリだった。わっしょいわっしょい。本当にユリだった。わっしょいわっしょい。本当にユリだった。わっしょいわっしょい。本当にユリだった女がね。マジかよとかね。ホラゲーみたいな。これ本当にホラゲー、ホラゲーなんかわからんけどね、最初からどうなんか。青春ゲーやけんな。ああ、これに対してコナミちゃん、ちょっと驚いた顔、予想外、本当みんな予想外だったよ。ユリだ、ユリだ、ユリだって歓喜している視聴者さん。ん？友達の好きじゃなくてね、その、コナミさんの恋人になりたいって意味の好きなの。コナミちゃん、コナミちゃん、そりゃそうなるわな。そりゃそうなるわな。中学1年生だぜ。中学1年生のコナミちゃんにさ、ユリって言葉を押し付けられてもさ、こうなるよね。いい、ナイス反応だね、コナミちゃん。思考停止中。な、なんてこった。パッチールみたいやね。ポケモンのパッチールやね。確かに。もう、コナミちゃん、可愛らしいけん、余計そう思うな、ポケモンっぽい感じ。すごい場面に遭遇してしまった。おー面白いいい加減相変わらずの夏雪だ。隣の夏雪が小声で叫ぶ声だった。コナミさん。森崎が一歩コナミに近づいた。それを見てコナミが三歩後ろに下がる。私そんなの、そういうのはまだ。悲鳴のような声を上げ、コナミは校舎裏から逃げ出した。あ、コナミさん。真っ赤な顔の森崎は自分自身の行動に動揺しているのがまだ動けないままだ。やべえ、森崎マジ面白い。いや、面白がってる場合じゃないから。ふーむ。ちょっとコナミを困らせて楽しませようと思ってただけなのに、思わぬ収穫だな。お前、俺のために何かしてくれるとかそういうんじゃなかったんかい。夏行きが悪い顔をし始める。こういう顔をしている夏行きはろくでもないことしか考えつかない。ふふん、これはまだまだ楽しむ余地がありそうだな。クククククク。お前、自分の妹を遊び道具にしか考えてないぞ。怪しい顔つきのまま夏行きは校舎へ戻っていく。森崎がやっちまったなーって顔してる。さすがに今から森崎のところには行きづらい。結果的に夏行きに邪魔されとるでないか。誤解を解く邪魔されとるでないか。こんな時で説明しに行ったらどうなる。見てたんですか先輩って言うてさ、さらに関係悪くなる。仕方がないので今は放っておくことにした。夏行き、やることをなすことさ、もう何でもありやなこいつ。1学期最後の授業が終わり、放課後になる。そういえば涼介と夏行き、あさって球技大会に出るのよね。あさって、要するに終業式やってからの球技大会。あ、なんかすごい変わっとんでな。え、終業式あって球技大会ってことになるよな。変わっとんな。変わっとんなというしかいない。変わっとるなということしかないな。あ、すっかり忘れてた。まあ、最近いろんなことがあったけんな。
もう忘れたいようなことがたくさんあったけんな。その中で忘れたくないのは小鳥ちゃんへの愛とイーナさんのおっぱいだけだわ。何に出るんだ？サッカーだったけな。え？サッカーじゃないの？夏行がこの前のサッカーの時予行演習みたいなこと言ってなかったっけ？たった二人でサッカーか？ん？なんかちょっと意見食い違ってるな。え、お前も出るんじゃない？確かに。てか二人で出るんこれ。二人で出るってことは卓球とかそのあたりになるんじゃないかな。聞こうと思って夏行の席に視線を送ったが夏行の姿はなかった。こういう時に限って絶対あいつまた何か仕掛けを用意しおる。夏行なら楽しそうな顔してさっき出て行った。クソあいつ、さらに小鳥ちゃんとマリンちゃんとの関係をどんどん面白くしていこうとしてるな。確かに俺と視聴者さんはそんなのを見たいよ。でも涼介にとってはね、涼介にとってはもうすっごい畜生な感じです。森崎のとコナミのことで何か企んでるな。そうに違いない。ま、別にサッカーじゃなくてもいいけどさ。で、まあそれはいいんだけど。ん？私と歩、最多サインの書類いろいろもらいに行ってくるから、あんたたち先に本拠地行っててよ。あ、そう、わかった。というわけで伊月アンド歩と別行動になる。じゃあ行こっか。あ、小鳥ちゃんとまた二人っきりじゃ。涼介いいな。なんかこんな可愛い女の子と二人っきりの時間が多いんやけん。涼介、小鳥ちゃんに手出したら俺殴るよ。もうめっちゃあんこ殴るよ。こくり。二人っきりで本拠地だ。夏行がいなくてよかったな、この野郎。本拠地に向かう道すがら、小鳥に昨日のことについて聞いてみることにした。そう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 、聞きたかった。妨害を受けたってよったやつだな。妨害にあったって聞いてたけど、大丈夫だったの？大丈夫。本当に？妨害ってどういうことをされたの？まさか、こちょこちょ攻めとか言うんじゃないだろうな。くそ！妨害したやつらめ。小鳥ちゃんのピュアな体にこちょこちょしやがって。くそ、許しておけんぞ。パソコンは殴っちゃダメ。かっこマジです。殴りませんよ。僕の大事な相棒のパソコンですからね。本体とディスプレイとキーボードとかその辺合わせて10万近くした。10万ちょいした。敵を探せなくされた。そんなことできる？って言うと、敵が近づくと私はなんとなく敵の位置がわかるんだけど、大野さんが言おったわ。昨日は急にそれができなくなった。記憶がないから知らなかったけど、それ妨害なんだって。そんなことができるやつなのんじゃ、その妨害するやつらって。 RCH の技術かな。過去にも同じようなこと何回もあったみたい。妨害してきますわ小鳥ちゃんに。お前何、お前小鳥ちゃんにこちょこちょする側に回っとんなだ。お前、俺の敵視聴者さんの敵やぞ。他の視聴者さんから殴られても知らんよ。昨日大野さんは敵が出す特殊な電波を感知して策敵していると言っていた。 RCH を妨害している連中はそれをさせないようにしているってわけか。あ、でもそうか、妨害電波を受信するなんか探知機みたいなのができるんだったら、それの探知機を機関用にする的なもんもできてもおかしくないんか。それなら確かに危険は少なそうだ。あ、小鳥ちゃんに対しての危険はあんまりないんだな。直接抗議してきようわけじゃないんやけん。それじゃあ早速話し合いを始めるわよって言いたいところなんですけど、そろそろキャスの時間が多いそうなんじゃないかな。あー、どうしようかな。この辺で終わろう。この辺でちょっと中途半端なところで終わりたくないんで、この辺で終わっときます。10番にセーブしたんだね。先週俺10番にセーブしたんじゃ。なんで俺こんなところで、大野さんこんなところで一人ぼっちになってる感じになってる。まあそれも一挙大野さんやけんな。ここあれ、あ、これロードだよみたいな。ロードだよみたいな、これ。はい、これというわけで、まあ今回はこの辺で、そうですね、最後に一言を言わせていただきますと、そうですね、小鳥ちゃんとマリンちゃんのことをみんなでいつまでも
温かい目で見守っていこうぜ。そうだろ、しおさん。というわけで、まあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け、やっとね、変わった。